ビッグベセルの戦い、ビッグベセルの戦い、ビッグベセルの戦い、A、バトルオブビッグベッサル、または、ベセル教会の戦い、A、バトルオブベサルチャーチ、または、グレートベセルの戦い、A、バトルオブグレートベッサルは、南北戦争初期の1861年5月10日に、バージニア州ハンプトンとヨーク軍、現在の自治体となっていない、地域社会タブの近くで起こった戦闘である、 北軍のベンジャミン・バトラー少将がハンプトンとニューポートニューズから寄せ集めた部隊をリートルベセルとビッグベセルの境界にある南軍の前進基地に対して派遣した。北軍はエベネザー・ W ・ピアース巡将の直接指揮下にあり道路に沿って追撃して攻撃し撃退された。第五ニューヨークズワー部隊が下流でクリークを渡って南軍の左側面に回り込もうとした撃退された。 国軍は戦列を乱して交代し、ハンプトンとニューポートニューズまで戻った。ビッグベセルの戦いは、現在のバージニア州で起こった南北戦争最初の陸上戦闘であり、戦争全体でも最初の陸上戦闘とされている。最初の戦闘として、他に可能性があるのは、現在のウェストバージニア州、当時は、 バージニア州の一部で1861年6月3日に起こったフィルーピーの戦いであり、開戦というよりも小ゼリアに過ぎないと考える者がいる。バドラーはハンプトン近くのモンロー砦を指揮しており、北軍によるチェサピーク湾の封鎖を支援していた。バージニア半島の先端にあるこの砦を支配することは、北軍が近接するハンプトンとニューポートニューズの街を 占領することを可能にしていた。北軍が半島を侵攻してくることを妨げるために、ジョン・マグルーダー大佐が指揮する南軍は、ハンプトンら約8マイルのリトルベセル境界とそこから、やや北にあるビッグベセル境界を前哨基地として、バッククリークの支流であるマーシュクリーク、現在はブリックキルンクリークと名付けられているに沿って、防衛線を作り上げた。マグルーダーの部隊は1200名であり、 D.H. ヒル大佐の第一ノースカロライナ不評連隊、ウィリアムィ・スチュアート中佐の第三バージニア不評連隊、E.B. モンターニュ少佐の騎兵大隊及びジョージ・ランドルフ少佐、後にアメリカ連合国陸軍長官のリッチモンド流弾砲大隊を含んでいた。バトラーはその部隊がこれら全勝基地から出てくる分隊に日々嫌がらせを受けており、 エベネザー・ W ・ル・ピアース巡将の直接式で、ハンプトンとニューポートニューズから寄せ集めた3500名を対抗させるために派遣した。先導隊は、エブラム・デュリエー大佐の第5ニューヨーク志願不評連隊、デュリエーのズワーブだった。しかしデュリエー隊が攻撃を開始すると、ジョン・イーベンディックス大佐の第7ニューヨーク志願不評連隊が、灰色の制服を着て、 彼らの後ろにいた第三ニューヨーク志願不評連隊を南軍が後ろにも前もいると思い込んで攻撃を始めた。デュリエー隊は自分たちが孤立したと思い込んで撤退したので吸収の要素が失われた。第三ニューヨーク志願不評連隊はこの事故で21名が負傷し、うち2名は致命傷となった。南軍はリトルベセル教会を放棄し、 ビッグベセル教会に近いブリックキルンクリーク背後の残豪に退いた。北軍が追撃し道の右側に沿ってバラバラな攻撃を行った。道の左側は混乱して行き詰まった。南軍防衛線に対して行われた様々な襲撃の中で、ピーター・ティー・ウォッシュバーン中佐の第一、バーモントフ表連隊だけがクリークを渡った。第七ニューヨーク連隊に属し、 ピアース将軍の参謀を務めていた、セオドア・ウィンスロップ少佐が、第5ニューヨーク連隊、第1バーモント連隊及び第4マサチューセッツ連隊からの文献隊を引き、南軍の左側面に回り込もうとした。下流でクリークを渡ったその攻撃も撃退された。ウィンスロップは卓越した、若い著作家だったが、この攻撃で戦死した。戦列を乱した北軍が撤退し、 ハンプトンとニューポートニューズまで戻った。北軍の損失は、合計79名だった。第5ニューヨーク志願不評連隊だけで7名が戦死、または致命傷となり、合計31名の損失となった。南軍はわずかに戦死1名と不祥7名だけだった。ランドルフ少佐の砲兵隊トヒルの第1、ノースカロライナ不評連隊はその功績で、マグルーダーからの賞賛を受けた。 この戦闘から数時間のうちに、マグルーダーはその部隊をヨークタウンまで交代させ、ウォーウィック側で守られる防衛線を設定した。ビッグベセルの戦場跡大半とリトルベセルの地の全体は保存されてこなかった。今日、この地は全体に住宅開発商業開発が行われている。ブリックキルンクリークにはダムが作られて、戦場跡にビッグベセル貯水池ができた。 残っている戦場跡の一部は容易に識別できない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。